はい、今日はですね、2023年10月の3日、時刻はね、2時35分、伊佐市に来ています。ちょうどね、こう右の方にほら、鹿児島銀行の、なんて言うんだろう、鹿児島銀行なんかは昔からあるでしょうから、大口支店ってなってるんですかね。ちょっと皆さん方けども、そうなんでしょうね。こういう時がちょっとほら、なんけ、大口支店っていう、いさしにはないの、支店はって聞かれるかもしれないし。あ、そういうことはもうないか。すいませんね、自分で。言って、それに水をマッチポンプみたいなことを言って、ここがもう昔の、私が思うにはですよ、昔の大口時代のメーンのあれだったんじゃないかなと思ってこう来てるんですけど、違った時は違うっていうコメントをくださいね。昔のイメージ、医者っていうイメージじゃないんですよ、私は正直言って。だけど大口っていうイメージで言うと、寒いところっていうなんかあれがありますよね。なんかね、そういうあれがある。今日大口では氷点下何度っていう、寒い時のは必ずって言っていいぐらい大口がですね、出てきてみたいですよ。ここはどこけ、どこけって、ここを右に行けばいいんですね。もう一回こう、大口の家の伊佐をぐるっと回って、ちょっと自分の記憶の中に留めたいんですよ。ここが黒伊佐錦の家、伊佐錦っていうほら、焼酎があるあれですけどね、反対から来ましたからね、この前ね。いや、さっきね、こうかこうか、ダイソー、これダイソーは新しいんでしょう。看板からしてそうですもんね。あ、それとそのほら正面に左側、富士山みたいな山がありますよ。あれはなんか固有名詞がついてるんですかね。なんとか山っていうやつがついててほしいな。大口富士とかそういう名前ですか。ケーズ電気の右側、どっか、右側行きましたからね。もうケーズ電気の裏側はもうあれはないのかな。次の道を左行ってみましょうかね。杉の滝側。近いんですけ。こっから、いや、行きはしません、降りはしませんけども、位置関係がつかめない。左行きますよ。あ、もうあれかな、さっき言ったみたいに、ケーズ電気の反対側もなんかそういう店舗があるというあれじゃなかったんですね。ここは地に行くのっけ。曽木の滝、そっちに行ってみましょうか。いや、もうスラロームは考えてみる。いや、あそこのほら、ケーズ電気の裏側に商業施設がこう並んでるんだったらですね、あら、西牟田がある。ちょっと西牟田に入ってみましょうか、こう左側に。大きい大きい、西牟田大きい。
へえ、そう。新しくできたんですかね。昔の西牟田の、どうけ。いや、だったらの、西牟田が、看板がわかりやすいように、ちょっとこっちから行ってみましょうね。いや、西牟田さんとは、親戚関係でも何でもないんですけどもね。ああ、8時から9時。はい、こっからですね、左に行きましょうね。はい、皆さん8時から9時までやってますからね、よろしくね。この前、話は変わりますけど、この前ですね、コメリってありますよ、全国、農業資材とかそういうのなんかをで有名なんですけども、有名っていうか私はそういうふうに捉えてるんですけども、ちょっと待って。あれはどこだったっけ？吹上かな？あそこのですね、コメリに行って、もう一つはどこやったっけ？もう一箇所コメリに行ったんですよ。そしたら、あれでしたがよ、店の作りっていうか商品のですね、配置。右に何があって左に何があるってやつね、あれはね、ちょっと待ってくださいね。いや、頭がまだつながらない。右に行くと泉、いや今日は泉方面には行きません。いや、なんでかというとですね、泉に行くとですね、帰りはもう3号線をもうずーっともう一直線なんですよ。だからそれよりかはこっちの方がまたいいんじゃないかと、ちょっとこう寄り道をしたりね。それと太陽がですね、こう後ろから差してくれるっていうのがありますからね。こっち行きますけどね、あ、そのコメリはですね、ほんとね、店の作りが一緒だった。だから迷わないっていうことですよ。最初の1軒目の、あそこはどこっけ、川鍋、いや川鍋じゃないかったのを、吹上のところに行った時はちょっとどこに何があるのけってあれしたけど、あ、次はあれだった、一比野のですね、コメリに行った時ですね、あれでしたがよ。いや、今ちょっと話をあれ途中黙ったのは、ああ、分かった分かったですよね。ここをまっすぐ行くとあれだわ。さっきあれにあったみたいに、曽木の滝の横を通ってくるあの道ですよね。というか、私が大口に向こうから来た時の反対側のルートがこっちになるんだ。いやいや、独り言みたいなもんで。いや、こういうね、動画の中で言っとけばですね、編集をする時にその編集を止めて Google で確認するんです、その辺りをですね。いや、もう Google があってのお任せテレビですよ。 Google がなければどこからどこに走ってますとかですね、それから途中の、中間地点にある小学校とか中学校とか、そういうやつをですね、チャプターという形でもね、入れられませんからね。ですからあれですよ、さっきの
コメリの話になりますけど、品物があるかどうか探すためには、探すのにはすごく便利だったですけど、最初の、ちょっと待ってくださいね、石狩に行くのっけ、ここはまっすぐにですよね、あのあれ、その用事があってこれを買うっていう時にこう行くのならいいけど、なんか新しいのは入ったんじゃないか、この店は吹き上げの店にはあれがなかったけどこっちの店はどういう品揃えをしてるんだろうっていう、そういう買い物の楽しみで行くとですね、もう全く一緒、細かいところは見なかったけども、だいぶもう並べてるのがほとんど一緒ですからね、定番品だから、あのあそこはもう、コメリはきちんと企業の特徴を出してますね、そんなに思った。それとかのコスモスですよ、最近こうできた、あのできたっていうかの鹿児島県にあっちこっちできてますけど、あそこはたまに、違う、大体は一緒なんだけどもちょっと違うと戸惑いますもんね、実際違う店に来たんだけども、あれ店を間違えたけっていうような感じになる時があるんです。入り口は大体似てるんですけど近いですね。ここは仙台側ですよね、違うけ、ここは通ってきたんですかね、向こうから来るとき。どうけ、思い出の後先ですよ、あ、すいません、あの今からですね、あの何かの舐めますので、何を舐めるかというとですね、今ちょっとこれチャラチャラ音がするでしょう、アルミ箔のねあれに入ってる、これはねトローチ、耳鼻科でもらったやつ、うん、詐欺って書いてありましたよ、バス停、あー今そこにねあれがあった、引き返そうか、いやもう引き返すまでもないですね、右に行けるのけ、ここは左か、左しか行けないんだ、あーそうか、そういうの、いや右に行きたい、右に、あの稲穂がね逆光でね光ってるんですよ、輝いてるんです、右に行きますね、あのまた帰ってきますよ、右にまっすぐ行くとあれですからね、泉に行きますから、そ、あ、ここがそぎの滝のあそこの信号だ、反対から来たあれですね、ここここここをですね、どっから、いやちょっとあの太陽の位置で変わりますね、ドラだけども引き返しますよ、だ今の場所だけが確認できました、ここをまっすぐ行くとそぎの滝です、
こっからどうだっけ？いや、あの逆光じゃなくて順光になるけど、順光って君の名を呼べば僕は切ないよって。いや、これのね、はあのあれもっと綺麗だった。あ、もう右の方はあれですね、もう天干しであれしてますね。純子、僕の名を呼べば悲しい。はい、なんか映像が急に、切り替わってびっくりしたでしょう。結局ですね、突き当たりで あれがほら急に、いや急にって、あの崖が、角度があれだったもんですからね、もうあれですよ、バックでですね、ずっと戻ってきました。あの長い距離をバックで、あれぐらいのんで何十メーターかな、ちょっと待ってくださいね。それぐらいの距離、あれぐらいの距離をですね、バックで行くとですね、なんかね目が回るような感じがする。これ左行きます。いや、さっきほら入ればよかったですね、ちょっと分かったでしょう。あそこをですね、せっかくだから行ってみましょう。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。青空に残された私の心は夏模様。夢がさ、どこやったですかね。ここだ、ここ。夢が覚めち長い。さっきのあれ良かったでしょう。いや、あのここが左側がずっと見えたんですよ。だからね、あ、ちょっとあんまこのままでいいな。変にカメラを動かすよりもですね。いやね、こう左側をねじーって見た方がね。いい。だって太陽が左でしょう。まさかここも行き止まりってことないでしょうね。行き止まりち、行き止まりち、長い夜がち、窓を叩きち、追いかけてみて。はい、ちょうどあのこれでほら、あの車があれですからね、この辺りでねお開きしますね。はい、ありがとうございました。